北前です。今回はビッグマムを使っていこうかなと思うんですけど、まあ今の環境ビッグマム最強じゃん。マジで強いじゃん。でその中でね、まあやっぱり弱点といえば歌なんだよね今の環境。まあ感電とかいろいろ入るけど、歌の歌がねちょっと一番やばいというか、まあそこら辺があるんですけど、その歌をね解消できるメダルがあると。まあそれがこちら歌メダルということで、まあ今回ね、完全にね参考にした方がいますんで、ルカさんっていう配信者さんがいるんですけど、まあそのね方がビッグマムにとりあえず歌つけてみてら、歌は大丈夫よみたいな。まあ結局今環境で歌は今ねビッグマム出たばっかだから、ビッグマム使ってる方だったり歌がねちょっと少ないんで、まあちょっとねまだ歌メダルよりは違うメダルとかの方がいいかもしんないんだけど、まあねその歌を限定するなれば、まあこの歌メダルがマジで強いということで、この36パー短縮2枚つけると歌がねすぐ解消されるんだよね。ということでね、まあ今回オープニング後取りで1試合目だけ歌がいます。その後歌が大体ビッグマムの裏にいるんですけど、なかなか歌がビッグマム倒せずに、歌が出てきません。まあだけどその歌メダルがなくてももう損してるわけじゃないですか、ステータスが。まあその中でも強すぎる。まあいなくても歌がいなくてもこのメダルで全然活躍できますよってところをね皆さんにお見せしていこうかなと思うんですけど、まあ結局ね何がベストかって言われたらここキングでいい気がするんでね、キングメダルでスキル1短縮みたいな、スキル1打ち終わった後にスキル1が裏で溜まってるみたいな、そういうねメダルでもいい気がするんだよね。だからですね、キングメダルがねやっぱ結構おすすめかな。やっぱここがキングかな。まあでも今日はね歌だけを見てやっていこうかなと思います。まあ、ということで1戦目は後付けということで、概要欄にね動画は貼っておくんで、ぜひよかったら皆さん、ルカさんの方ね見ていただけるとね、まあいいかもしんないです。はい、ということでね、1戦目はね後付けでまあ解説していこうかなと思うんですけど、まあ正直解説というかまあそんな話すことないんですけど、ビッグマムめちゃめちゃ強いよね。ビッグマムマジで強くない？まあ話すことといえばそれだけね。で歌メダルつけようがつけまいがもう強い。まあてかつけなくても、まあ歌がねいることがね意外と少なくて、なんか歌やっぱ歌ってさ、まあ相当強いわけじゃないですかビッグマムに。まあでも歌いること意外と少なくて、まあなんでかって多分ビッグマムがね多かったり、まあキングも多いよね。まあビッグマムキングがなんかめちゃめちゃ強いイメージあるな。これ正直ね歌くらいに行ってます僕。はい、今歌くらいに行って2回くらったのにこの速さ。まあ2回くらってこれ早すぎない解除だって片方のビッグマムさやられちゃってるわけだからね。まあここからはまあディフェンダーみたいな立ち回りするのかな。まあそうだよね。いやでも歌も強いよね。やっぱ歌食らわせたら基本終わりだからね。まあこれは今の体力なんでさすがにやばいと。でこれで歌を KO して、いやここねこれねキング敵かと思っちゃって焦ってます。はい、すいません。でこんな感じ でビッグマムさやっぱ無理やり旗抜くからそこがめちゃめちゃ強いんだよね。でよろけむこうもつくから、このよろけむこうした時が強すぎてマジで強いよね。でここは敵ブースト来てやばいんだけど、これマジでおもろい。本当にこの無敵スキル長すぎるしさ、回避遅延がマジで強いよね。だから無敵スキル後出しでやれば結構当たるんだけど、今のはちょっと後出しすぎ、後出しっていうか後出しではないね。もうほぼギリ打ったみたいな感じだから、もう完全に後出しで打てば多分後半当たるよね。それがめちゃめちゃ強い。それでビッグマム対面が燃焼状態の敵から受けたダメージって回復するんだよね。それがめちゃめちゃ強くて、全回復したりするときあるんだよねスキルによっては。それがマジで強すぎる。まあこれはこっち避けて、スキル解除してみたいなね。まあこれからのね、今めちゃめちゃ回復してるでしょ。まあこれだいぶやらかしてて、ほらめちゃめちゃ通常攻撃で回復してんだよね。で面白いのがこのスキル、ほら全回復してんだよね。燃焼状態入ってるから、これ意味わかんないよね。ビッグマム対面もなんか不毛っていうか、まあなんかゲージなんか、まあ、無理やり引ける無理やりさ引っこ抜くこと可能じゃんビッグマムって。それがまたなんかね、なんかこの超過をいい感じにしてるっていうかね、そこがねまた難しいんだよね。でスキルの回転率がやっぱスキルめちゃめちゃあるからさ、そこが早いんだよね。これさすぐさディフェンダーに戻ろうかなと思うんだけど、これスキルにもうどうせ使わないから先打っといて、まあ、戻ろうかなと思って、まあ相手がね完全刺さるキャラだったんでね、そこをまあ見極めてまあやってます自分的に。でこっちは任せろと言いたいところなんだけど、まあ任せてくれてたんでスタンプは終わり。でここは当ててであとは C 地点やばいかなと思って C 地点にスキルを一応打っといて、まあ、無敵を少しでも解除しといて、ここは OK。 いやマジでビッグマムクソ強くない？
1試合通して体力今これだよ。はい、ということで2戦目よろしくと。さあ2戦目はね、相手歌いないんだけど、まあ歌ついてなくてもね、歌メダルつけちゃってても、まあ普通にビッグママは最強ということでお見せしていこうかなと思うんですけど、いやーほんとシャンクス一気にきつくなったよね。さあこれは大丈夫、まあこれぐらいね、全然教習がね、でも教習ね結構気をつけた方がいい、みんなね、教習はね普通に強すぎるから、まあやっぱりそこはねちょっと気をつけて、あこれいける、これ打っちゃって、はい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 、これやばいんだよね、これ普通にやばくて、いやこれ一人攻めるか、じゃあ俺攻めよう、俺攻めちゃって、これ回避ないよ、 あったわ、オッケーオッケー、でも当たっていく、これ後残りあるんだよね、やばい、それは、あーなんか中途半端に食らっちゃった、あー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 あああ中途半端に全部食らっちゃった、全部中途半端に食らっちゃって、もうこれすぐ打っちゃって、もうはいはいはい、感電させちゃって、いやーまあこれじゃあ俺守るか、一旦体力ないんで僕守りますわ、オッケーオッケー、シャンクスが見えないな、無敵スキル打っちゃったら絶対今当たってたな、まあいっか、まあ、やられる時に来る、当てちゃおう、オッケーオッケー、で燃焼状態入っている、はい守って守って、オッケー、でここはできる、これはあー今突か、あーオッケーオッケー、当たってるね、ダウン あれだよね、ダウンしない特性があるから、やばい強襲がやばい、強襲がでも回復ブーストが来て、で、あーでもブースト前に使いたかったね今のは、まあでもこれいけんな、これいけるわ、オッケー、はい回避読んで、はいオッケー、えぐすぎる、でここははいいける、いけず、ね、強すぎないか、これはスキルで、はいオッケー、打っちゃって、あジャスト回避うまっ、ジャスト回避しながら肉食ってたな今、オッケーオッケー、でも大丈夫、いいよ、でこれ今、あーブースト切れたか、これジャスト回避して一発2発で一旦ダウンさせたい、オッケーオッケー、一旦ダウンさせて、いやこれ戻るか、いやなんか戻っちゃうか、まあもったいないけど戻りますか、一旦これは戻って回復して、いやこれさ3人さこれ突破できる、相手ブーストとはいえちょっときつそうだよね、ちょっとオッケーオッケー、でこっち入って次はナイス関連、いいね、いやまあ裏ちょっとヤマト来てるけど、まあ大丈夫だと仮定して、まあおでんも多分そろそろやられると思うんで、でブーストか、そろそろブーストやったわ、あでも大丈夫だね、誰も来てないからオッケーオッケーオッケー、もうどこビッグママあのスキルもやばいんだよな、冷静に、あヨンドリ熱っ、ヨンドリ熱すぎでしょ、ちょっと待って、これはでもいや攻めなくていいな、これ攻めたらやられちゃうね俺、ブースト来るでしょ、オッケーオッケー、ここブースト中を絶対守ろう、逆にね、さあこれははい、うわそっか無理やり抜くの怖すぎる、待ってこれタゲ外したら終わるな、待ってオッケーオッケー、これは打っちゃって、はい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 、まあ裏ちょっと任せて、これはちょっと怖いけどオッケー、無敵スキル、いや当たんないか今ので、これはすぐスキル、このスキルコンボやばすぎでしょ、やばすぎる、一発二発オッケー KO でいき、強すぎるってやばいってビッグマム、いやこれは来てるから一旦守ろっか、オッケー守って終わりか、オッケーオッケー、いやマジでビッグマムやばすぎるこれこれは一発二発で回避終わらせて、いやオッケーでこれ打っちゃって、で無敵スキルが溜まったけど試合終了、あれでした、強すぎということで3戦目よろしくと。あの5番さんのね裏がねあの歌だったんでね、ちょっと5番さん倒していきたいんだけど、ちょっと倒せる気がしないなビッグマムで、だたあでも倒せる気がしないっていうより、なんかさ時間めちゃめちゃかかるみたいな、そこあるんだよな、あでもキングいい立ち回りしてくれてるよ、で相手だってゲッターヤマトだけなんで別にそこまで焦ることはないね、で強襲だけが怖い、いや今回避使ってたからぶち込みたいな、あーでも CC で取られるか、あーいいね、これヤマトに対して、あビッグマム、そっか無理やり抜くのか、あーでも今オッケーオッケー、はいはい、ぶち当てて今吹っ飛ばしてその間に取ってくれんじゃない、えしかもなんか裏めちゃめちゃ取ってね、なんか味方裏味方めちゃめちゃ取ってね、あこれワンチャンいける、おーいけるね、でこれで一発で、これ戻せた、戻せてる、でこれははいシャンクスが奥のヤマトにまで、嘘奥のヤマトにまで当たっちゃいます、でもこれ取り際多分キングやってくれて多分取れる可能性あるけど、あーと失敗しちゃったね、まあでもなんか取り際難しいよね瞬間移動系って、これとりあえずここ大丈夫でビッグマムいる、ブーストだから5番さんどれだ、5番さんどれだ、5番さんめちゃめちゃ遅れたら勝ってんな、あーなるほどね、これは終わり際をはい狙って、はいブーストなんで打っていきたい、オッケー、でかすぎ、いやどうしよっかな、ちょっと KO したいな、まあまあいっか、あでもあっちやばい、大丈夫だよなビッグマムだから、大丈夫と仮定して、オッケーこれ打っちゃって、はいはいはいでかいよ、で燃焼状態入って、オッケー回避誘って、はいでかい、強すぎ強すぎるだろう、オッケーこれちょっと、いやこれ一旦ダウンさせて握ると、これもうゴリ押しでいきます、僕ゴリ押しでもうオッケー、燃焼状態入ってるんでもう火力入んないと仮定して、もうゴリ押しでいこう、ゴリ押しでいこう、はいはいダウンさせて、うわ後ろにシャンクス見えない、オッケーこれジャスト回避できる、できないけど、
いやどうしよっかな。まあ裏大丈夫だよな、シャンクスは。これはちょっと見えないけど、オッケー、これワンチャンちょっと怖い、飛んできそうで怖いけど、うおー、オッケー、これ大丈夫、オッケー、ベックマンがいてくれてる。これはジャスト回避して一発、はい、これで強すぎ。いや無理やり抜くのがやばい。ちょっと待って、これは一旦ディフェンダーモードでずっと貯めてよ。オッケーで、やばくなったら無敵、オープン。ちょっと待って、やばい、オッケー、一旦ゲッターになって無敵スキルで一発当てて、はい、感電させて、耐えてるよ、大丈夫、一人で耐えれる、これは、オッケー、杯 KO、 やばい、無敵スキル、しかし回復ブーストがえぐい。ちょっと待って、ビッグマムがでも倒せなかった。これは回避を読んで、はい、オッケー、で、これは、痛い、気絶だと、それは効いていないぞ、ちょっと待ってね、オッケー、これ打っちゃって、はい、強すぎだろ、強すぎだろ、ビッグマム、冷静にこれはやばい。ということで、ラストよろしくと。いや、ちょっといないね、歌が、あの4番さんの裏が歌だったんだけど、いや、ちょっとね、KO できるかな、ビッグマムで、自信はないね、あのビッグマム、初手攻めてくる、あ、でも大丈夫なんじゃないのかな、やっぱ、超過があるからさ、まあ、一旦これやって、なんか、結局戻ってってたわ。じゃあこっち行きますか。行っちゃって。いやでもキングやっぱ結局ね、強いわ。機動力があるからさ、これは避けれる。あっちのビッグマム一応警戒しといて。間違えた、スキルに打とうとしてます、僕スキルに打とうとしてます。間違えました、完全に間違えました。痛いです。OK、これ打っちゃって、はい、感電させちゃって、いや、やったわ、マジでやってる、これは、OK、一発リアって、はい、で、これ戻っちゃう、一旦戻れる、OK、で、これは、はい、無敵スキル挟める、OK、おもろい、ビッグマム2人よ、いや、でも4番さん体力あるな、どうしよう、4番さんは OK、これまだ守れるね、一旦守っちゃって、でも、歌が攻めてもいい気がするね、これ、自由に。やべ、これやったわ、これマジで未だにさ、なんかその慣れないわ、この出の遅いやつ。いや、これガン攻めできる、これガン攻めしちゃ、そこ当たんの、嘘。いや、ブースト来てる、いや、これ歌に攻めてもらえ、でも歌守ってくれてる、いや、これはどうしよう、いや、まあ、スキルがマジでわからない。一旦これはなっちゃって、これは終わり際を、はい、狙って、はい、感電させーの、感電させて、いや、裏抜けがむずい、裏抜けマジでむずいか。でもこれはこっち来てる。オッケー、でかい。で、よろけ向こうついてるんで、はい、オッケー、いいよ。いや、ワンチャンあっち取れるね、この感じ。この感じあっち取れそうな気もしなくもない。オッケー、これは、オッケー、これ止めよう。一旦止めちゃって、オッケー。痛い。大丈夫よ。まだアタッカーモードには俺はならんよ。ここは無理やり抜いていこう。いや、絶対無理だ。全然減ってないけど、抜けんだ。もう体力なんて知らない、抜くんだ俺、よし、抜ける、感電させてくれてるから、いや、これ抜けたらやばい、いや、痛い、もうわけわかんないよ。いや、一旦戻ろう、ブーストだから、ここは一旦落ち着いて、一旦戻って、大丈夫よ、で、連勝つけて、いや、無敵なんかスキルにはまだつかなくていいか、まだつかなくていいな、これは、やばい、これは確実に狙ってきてる。ブースト中だから、でもこれはここから打っちゃって、はい、えぐいよ、えぐすぎる。ビッグマム4人は歌ナイス、歌メダルつけてたらどうなったか分かんないけどね。さあ、OK、 これは大丈夫、いや、後ろ取ってくれてもナイス、でかいナイス KO、 いや、強い、これは強い、 OK、 回避使った、 OK、 えぐい、えぐすぎる、歌がえぐいぞ、感電させてる。いや、これビッグマム4すごいな。でも歌一人いるだけで結構楽かもね、こうやってみたらね、強っ、ありがとうございました。